相原晋作は、日本の哲学研究者。東海大学、大阪大学、江南大学教授を歴任。大阪大学名誉教授。京都学派の田辺元門下。唐木純三は、京都帝国大学時代の同期生。網野菊の元夫。満州以下大学京都府出身。父親は、銀行員。母方の祖父は、元貴族院議員。 1929年京都帝国大学文学部哲学科卒。新言衆京都大学講師を経て、1929年より満州医科大学の余科教授となる。作家の網野菊の作品を読んで感激し、手紙で求婚し、お互いが面白ぬまま1930年に結婚。勤務先の法店で新婚生活を送った後、第三高等学校講師に、 転職のため九百三十七年に帰国し、翌年離婚。後に友人の妹と再婚する。その後東海大学教授を経て、九百四十九年、大阪大学文学部教授、六十八年、定年退官名誉教授となり、晩年は、港南大学教授を務めた。元妻の網野菊は、相原との失敗した結婚をもとに、いくつか作品を残している。 また、兄弟の先輩だった、下村虎太郎は、相原のことを、春祭だったが、少しも、そのような風がなく、独自の風格を持っていた。自流の書物には全く関心なく、自分自身の関心のあるものしか読まず、それも、大変簡素な種類と数のものであった。彼ほど過欲な人間にあったことはない。簡素質素が努めてするのでなく、それが彼の自然であったと評している。 ありがとうございます。